ジョイイレとは、兵庫県競馬組合所属の競争場である。イタリア語で、ギオイレは楽しむの意。名声オペラ3区として、初めて重賞制覇を成し遂げた。2005年7月にファーストトライ競争で勝利。小倉遠征を挟んで3連勝で、世代ナンバーワンの実力を見せ、兵庫ジュニアグランプリでは地元を含む、地方所属最先着の2着と前線する。しかし、 園田ジュニアカップでは2回連続で先着していたウィンドファンタジーに敗れる。3歳になってからも兵庫チャンピオンシップは JRA のグレースティアラ、フレンドシップの3着。兵庫ダービーとキクス衣装ではいずれもチャンス到来との叩き合いに敗れ2着となかなか重傷には手が届かなかったが、切ッツサきで念願の初重傷制覇。逃げて小馬審査の圧勝だった。 七、明星オペラの地元である、ダービーグランプリへの出走が期待されていたが、これを回避して、前週のオープン特別に出走することが、発覚、日着に敗れ実力に見合った現実的な、ローテーションを組んでいることが分かった。オープンを叩いて調子を上げた姫山菊花賞は逃げ切り、JBC マイルに登録はあったが、翌日の地元重賞クスの気象へ出走。 2番手から直線抜け出したところを、同級者のロード爆心に離さ先着を許した。続いて、その打金牌に挑戦したが、2400メートルの長距離レースは、この馬にとっては厳しいものであり、逃げたものの最後の直線では、伸びることなく4着に敗れた。続いての中央競馬との交流重賞兵庫ゴールドトロフィーでは、行位からレースを進めたものの、 同じ兵庫のベスト大山などにも先着され、7着に、敗れた。2007年、4歳の初戦は、高知競馬場で行われた、交流重賞黒船賞に出走するも9着に、敗れた。続く地元兵庫の爽やか特別では、ゴール前で、ビッグインディに捉えられ2着に、兵庫大賞店では、チャンス到来と、タガノインディに放された3着となった。続く、 楽天競馬特別では、玉もビクトリーを、花さを抑え、久々の勝利を挙げる。しかしラジオ、関西白杉特別では、ベスト対山の2着に、楽天競馬特別では3着、続く、セッツ坂月では2着、姫山菊花賞では3着となかなか勝ちきれないでいた。しかし、クスノキ賞では、メンバーが揃わなかったこともあり、4番審査の楽勝で、 重傷3勝目となった。2008年はレースに出走せず、全休した。2009年1月の小野浜のポンズ特別で復帰し4着となるも、その後勝ちきれず、現役を引退した。ありがとうございます。